はい、どうもあてです。今回なんですけども、ちょっと面白い商品を見つけてきたので、それを食べていこうと思います。じゃーん、マシュマロサンドになりまーす。山崎製パンのマシュマロサンドになるんですけど、ちょっと気になってみたので、今回はそれを食べていこうと思います。いただきます。今回はこのマシュマロサンドになります。まずは普通に食べていきます。中はこんな感じでございます。美味しい。マシュマロ感もありつつ、しっかりチョコレート。中にチョコソースが入ってるから、思った以上にしっかりチョコです。上がチョコでコーティングされてる。思ってたより美味しい。一個でもなかなか食べ応えある。次はマーマレードとシナモンを中に入れて食べていきます。やっぱりマーマレードは美味しい。甘いけど甘くないチョコソースみたいな感じ。安っぽい。続いて温めて食べようと思ったんですけど、1分ほど温めるだけでもクリームの元気がなくなっちゃって、もうドロッとした感じになっちゃいました。温め注意。本当に温めたらめっちゃ甘くなる。これ温めたらあかんやつ。続いてハーシーのチョコレートシロップをちょっと塗っていただきます。甘い。甘くなる。うっすらチョコ感は増す。次は普通に食べていきます。チョコソースとマシュマロクリームが合わさってチョコクリームみたいになる。次はマーマレードとシナモンかけていただきます。マーマレードのほのかな酸味と苦味がアクセントになって美味しい。ではラスト食べていきます。ごちそうさまでした。本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。アンデューでした。バイバーイ。